スペイン・ポルトガル戦争は1776年から1777年にかけてスペイン帝国とポルトガル海上帝国がスペイン領南アメリカとポルトガル領南アメリカの国境をめぐって戦った戦争。1762年から1763年までの戦争においてスペインは第一次セバーイオス遠征でコロニアデル・サクラメント、サンタテクラ、サンミュゲル、 サンタテレサ、リオグランデデサンペドロを征服した。1763年のパリ条約でコロニアデルサクラメントがポルトガル王国に返還されたが、サンタテクラ、サンミュゲル、サンタテレサ、リオグランデデサンペドロはスペインが保持した。1767年よりポルトガル人は部隊を集めて、スペイン人に繰り返し攻撃するようになった。その後の数年間、 ポルトガルの部隊は6000人にまで増え、スペインの1450人をはるかに上回った。1776年2月に、アイルランド出身のロバート・マクドールとジョルジ・ハード・キャッスルが、ポルトガル艦隊を率いて、リオグランデデ・サン、ペドロ要塞に近づき、砲撃し始めたことで戦線が拡大した。フランシスコ・ハビエル・モラーレス率いるスペイン艦隊が、 ポルトガル艦隊との3時間にわたる海戦の末、ポルトガル艦隊を撃退した。この時の損害はスペインが戦死16、負傷24で、ポルトガルが船2隻を失った。一方、ポルトガルの陸上部隊が前進し、スペインの不安保守でベルティスサルセドは撤退して、リオグランデ全域を放棄せざるを得なかった。ポルトガルの同盟国グレートブリテン王国は、 アメリカ独立戦争に手を焼いていたため介入してくる恐れはなかった。そのため、スペイン王カルロス3世はすぐに手を打った。彼は、ペドロアントニオでセバーイオス総督をリオデラプラタ副王に昇進させ、遠征を率いるよう命じた。セバーイオスは1762年から1763年の第一次遠征で、ポルトガル領に深く侵軍した上で、 コロニアデルサクラメントを占領してその能力を証明していた。セバーヨスはこの時スペイン本国に滞在しており、彼はカディスで遠征隊を組織した。彼は9000人と、戦列艦6隻、64門艦サンティアゴラ・アメリカ、70門艦3、ダマソ、70門艦セプテントリオン、70門艦モナルカ、70門艦3ホセ、フリゲート6隻、 いくらかの小型船、輸送船100隻からなる艦隊を準備した。艦隊の指揮官はカサティリー公爵、フランシスコ・ハビエル・エベラルド・ティリーだった。艦隊は11月20日にカディスを出港、途中でポルトガル船を数隻だほしつつ1777年2月18日に南米に到着した。セバーヨスの艦隊はそこでロバート・マクルオールに遭遇したが、 マクドールの艦隊は小さく、闘争に成功した。セバーイオスは2月23日に、サンタカタリナ島への攻撃を決定した。ポルトガルの中流軍は、スペインの大艦隊が兵士を上陸させるところを見ると、抵抗もせず、内陸に逃亡した。3月20日、セバーイオスは続いて、リオグランデデサンペドロに向かったが、嵐で艦隊がはぐれたためモンテビデオに戻った。 彼はそこで軍を二手に分けた。彼が自ら率いた部隊は、すべての大砲を持って5月23日に、コロニアデル・サクラメントの包囲を開始、6月3日に降伏させた。艦隊の残りはまだ脅威になっているマクドールの艦隊を追跡した。実際、マクドールの艦隊は、はぐれたスペイン戦サンアグスティンを他保、サント・アゴスティーニョに改名した。代わって艦長になったのは、 ポルトガル海軍に従軍していたイギリス人アーサー・フィリップであり、彼は後にポート・ジャクソンを創建した。サクラメントを占領した後、セバーヨスはリオグランデデ・サンペドロへの前進を開始した。彼はサンタテレサにいたフ安ン・ホセベルティス・サルセドの部隊と合流したが、講和交渉が開始したため進軍の停止を命じられた。177 17年2月24日に、 ポルトガル王女ゼ一世が死去すると、後継者のマリア一世はポンバル公爵を、罷免、10月1日にスペインと第一次産イルデフォンソ、条約を締結した。スペインは、サンタガタリナ島を返還、リオグランデデサンペドロを、ポルトガル領として承認したが、ポルトガルが1680年に創設した、コロニアデルサクラメントを獲得した。スペインは、 バンダオリエンタルとミシオネスオリエンタレスも保持した。その代償としてスペインはポルトガルがトルデシラス条約で定めた線を越えて得た領土を承認した。スペインはさらに1778年3月11日のエルパルド条約でスペイン領ギニアを獲得した。スペイン領ギニアは1778年から1810年までブエノスアイレスから統治された。ポルトガル王国は この戦争によりアメリカ独立戦争で中立を維持したこと。1778年にフランス王国が参戦してアメリカ独立戦争が国際戦争になり、ポルトガルはイギリスとの条約で参戦義務があったが、イギリスが対スペイン戦争で援助を行わなかったため、ポルトガルが失望し、結果的にはアメリカ独立戦争への参戦を見送ることになった。その代わり、 ポルトガルは1781年に第一次武装中立同盟に加入、イギリスによる中立国船舶捕獲に対抗した。ありがとうございます。